はいいですいやもう維新負け負けでさらなる大敗北の上に、えー、なんとスパイ事件まで起こしてですね、えー、あの候補者が1人辞めるということもあってもう選挙に負けて負けて負けまくるねまあ僕この斎藤元彦知事のあの問題、えー、これがですねまあ、今9月の25日に。 これ撮影してるんですけど兵庫県斎藤元彦知事の問題で維新が擁立したね、まあ、実際には自民党も擁立してるんですけども自民党は早々として斎藤元彦知事に対して辞職勧告を、ね、述べたんですけど維新の馬場代表とかなんかはずっと擁護してましたからその問題でですねやっぱり関西での人気が落ちていってると。でそれがすごくわかる事件が、まあ、事件というか選挙結果がありましてでそれこれなんですよね。 府議補選敗北の大阪維新候補者が感じた逆風というふうにあって大阪府の,あの府議、えー、摂津市長選挙要するに大阪府議会における摂津市の選挙区で補選が行われたんですよね。で大阪維新の会の公認候補がこう敗れて維新が同選挙区で敗れるのは2010年の決闘以来初めてであると。 で,すごいよでこの決闘以来初めてであるというのはですね、もういろんなところであの続いておりますあの。例えば大東市というですね、大阪の大東市というところがあるんですけど、ここはあの維新の幹事長の藤田さんのお膝元、ここでも敗れると、河内長野の方は吉村さんの故郷なのにもかかわらず、候補者自体擁立できずと。 まあこういう状況が続いてなんと維新敗北に続敗北これが続いているんですよね。でさらにあの何というふうに言っているかというと吉村さんは維新公認候補が敗北で吉村さん原点に立ち返りますとね厳しい風が吹いているのは事実芯をぶれることがなく、えー、改革政党としての原点に立ち返る必要があると。で確かに維新どういうふうにね あの考えているかっていうと、まあ、当然維新はあの改革政党として人気があったわけなんですよでも改革っていうのはね維新不祥事もあるけどもやっぱすぐ切るなとか処分するなとかそういうところもね大阪では評価されてたポイントだったんですよでも斎藤元彦これに関してはですね、えー、なかなか首を切れなかったわけなんですよね。でそれで「今更さらかよ」みたいな感じになっている中で、えー、自民党にもこう立てつくと。 ね、それも最近なくなってきました何かというと脈々ちゃん、ね、これがあるからもう維新はですね自民党に尻尾をねけでかっていうとこれ関連予算で1兆円かかりますから大阪市民にこれをねあの担当させると赤ちゃん含めて1人40万円ぐらいかかっていくらでも無理っていうことになるのでこう皆さん国日本万博日本国民みんなで負担しましょうのためには、まあ、やっぱり自民党にすり寄るしか。 なないわけなんですよでまたこの斎藤元彦以外にもですね万博問題が後を引いていてですね、えー、これ9月25日に撮影してるんですけど本日読売新聞で,ですね万博で空飛ぶ車乗れず安全性審査に時間商用運行見送りデモ飛行へまあ,あの、うん、そもそも空飛ぶ車じゃなくってヘリコプターだろというツッコミがあのまずあ,のありましたありましたけど吉村さんは万博でね この空飛ぶタクシー、車をですねもう市内から夢島万博会場までたくさんもぶんぶん飛ばしてもう飛び交わせますできませんでした。とか、ね、他にもあのメタンガスが爆発して隠蔽しようとして大変でした。で、硫化水素が出てきて入り口辺りはうっすらうんこ臭いらしいですね。で、大屋根リングの上にはですね目玉なんですけども、あの飛来芯がないので。 えなんとです、ねまあ、当たり前ですよね、屋根の上、落雷注意報の時きで、ね、登ったらだめですよね、えー、なので、えー、と雨が降ると、まあ、雷注意報になると、登れない、どころか、屋根の下にもいるない、いや、それ、屋根なんていう、もうなんか、意味のわからない、この万博問題で,で、この呪いの脈々が維新、ね、の血を吸って赤く膨らんでおるわと、こういう状況の中、えー、摂津市の選挙区でもまた負けたと。 こういう状況でもう本当にでねもう維新負け始めたらもうどん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 アホなことするなとでちなみに維新失速の原因をつけているのは誰なのかっていうと間違いなくこの馬場代表でございますこの馬場代表がもう先般だと思うんですよねで馬場代表が先般でこの維新ね今野田さんとねこのカタカア握手してまあすらしいですね,ね本当にで、えー、こういう状況なんですけどこの馬場代表があのやっぱり あの斎藤元彦をですねまあ、言うてみたらあの首切らなかったなんだ批判するんだったらあーのー文句あるんだったら俺んとこ言いに来いやぐらいのこと言ってたのに辞職勧告を出した途端ですねないあの不信任決議出した途端バ馬場代表は何も言わへんこ,れこんなんあかんよねうんあーで、えー、こういう状況がまあ続いているわけですよでそんな中ですねついにえー なんかね速,速報があった、さっき、えー参,議院えー、参議院で、えー、維新の,あーのーところに速報がありましてこれですね、これ9月25日の12時48分に速報、えー、維新の、えー、参院幹部から党改革求める声が紛失政策活動費の監査チーム設置ババライ評来に直言と、まあ、これやっぱり維新をずっと批判してきた人間からするとですね 大阪の吉村知事とこの国会議員として活動している馬場代表と全然年金が取れてないわけですよ。でここがやっぱ仲悪くなっててでうまくいかなくなっている状況ででやっぱりこういうふうにですね内輪揉もめがついに表面化してきました。で、 これ何を言っているかというと日本維新の会が25日に国会議員の役員会で浅田参院会長と猪瀬参院幹事長、これ維新のね、えー、人が執行部の問題点を指摘し馬場ババ代表らに直接党内改革を求めたことが分かったと役員会は冒頭のみ報道陣に公表され、うん、浅田氏がこれまで政策活動費がどのように使われてきたかをチェックする党内チームを立ち上げることが必要だと藤田幹事長に直接設置を要求。 維新関係者によると役員会が非公開になった後、猪瀬氏が党の役員の任期の年数で定めることや、えー、政策活動費のフルオープン化を求めた。どういうことかというとです、ね、この維新は政策活動費について当初は、えー、領収書の10年後公開を主張したけども2025年度のめどに廃止に方針転換していて一方で現在も続く幹部らの飲食費の支出に党内の 批判が出ていると要するに「バばお前維新の金で銀座で飲み食いしすぎだよ」ててめえのせいで維新今人気落ちてんだよお前なんとかしろゃっよっていうふうにですねついにいやあなに猪瀬って猪瀬直樹だよねええー、猪瀬参議院館長ですねはい猪瀬,猪瀬直樹です、うん、で出てきていやこれはですね、うん いい感じにこう揉めてきたじゃないですか人気があってイケイケの時は皆さんもう何でもいいよよっしゃよっしゃで、ね、馬場さんもね銀座でびみ食いできただけどお前とうどらで飲み食いするだとこういうふうについに言われだしてでさらにあの面白かったのがこれあの私のあのね地元の故郷でもあねああの京都のね 次期衆院選京都4区に立候補を表明している日本維新の会の松井春樹氏の事務所幹部を務めていた男性が同じ京都4区出身の北,北上候補者の事務所に偽名で出入りしていたことが分かった半使間にわたり、えー、敵陣のを支えるボランティアスタッフとして活動しポスターハりや名簿をもとに支援者に電話する作業を行っていたつまりこれスパイ活動をしていたわけですよ いやすごいですねもうだからこんなのまで出てきた <laughs> こんなのまで出てきた次から次へと出てくるねいやもうねもうなんか交通事故とか酔っ払い運転とかなんかそういうのじゃないよ今度はそうだね新しいジャンルが出てきた新しいジャンルスパイスパイしかもすぐバレたけど <laughs> いやでも半年間バレなかった <laughs> とかもうなんかねもうっていうかさ、まあ、京都四区ってどういうところかっていうと、まあ、京都の皆さん知ってると思いますけどいわゆる京都の中心地じゃないんですよ。あの皆さんが想像する京都ね、えー、駅出たら京都タワーがあってでなんか本願寺があってとか御所があってとか清水寺があって銀閣寺があってとかそこじゃなくって四区っていうのはですね京都市の右京区とかあと亀岡市とか。 ね、あの南丹市っていうところがありまして田舎の方なんですようーんでも京都の田舎なんてね噂話なって千両か一瞬でいやもう多分噂話がね回るスピード多分京都全国的にはかなり早い方だと思いますけどそんなところでやってたらバレるに決まってんだろうっていういやーもうねこういうこと いっぱい出てきました。あのね、ちゃんと偽名も使ってね、偽名で忍び込んだんですよ。確信犯だよね。ー偽名使ってんだこの松井春樹さんを受からせるためにですね、俺はもうあの何、ー、としても維新のために悪いことだとしてもやるんやと。こんなのあかんやろ いやもうあの別に <laughs> 悪いことないなんてそんなあれはないよ意識はねもちろんねもうじのだからこそやってたんでしょちなみに松井<え>春樹さん非常に若いうん1998年生まれです本間さんあ若いね若いでしょすごくない20、ま、だ6か ?26 で、えー、選挙区の支部長をやられていてで京都市の堀川高等学校というところ で京都だとね洛南とかあのそういう、えー、ところが有名なんですけど堀川高等学校は京都で言うと偏差値でまあ上から数えて3番目か4番目ぐらいのそういうところなんですよでそこから、えー、京都大学法学部に行かずにわざわざ東京大学法学部に受かっているのでん<ー>まああの市内の中です府内の中でそれなりのインテリのところに行ったけど結構頑張って。 東大法学部行ってなんとあの森浜田弁護士事務所に就職されてるんですよ。うん、これあの日本の巨大弁護士事務所を4つあるんですけども西村朝日とかジャニーズで有名だったけど森浜田も超有名あのタイムチャージめっちゃ高い1時間5万とかそれぐらいあのするようなところに行ってで、うん、わざわざあの選挙に出ると「何やっとんだよお前」でて、えー、何 帰る26歳弁護士の挑戦松井春樹変えるためならスパイでも何でもやる素晴らしいですね素晴らしいまあ当然あのこの松井春樹さんは「<お>いやあの俺は止めたんや止めたんやけども勝手にやってたんやそいつ同級生で一生懸命頑張ってたんや同級生で一生懸命頑張ったから強く言えんかったんやごめんもうやめる」みたいなあのことをちゃんとツイッターで <laughs> 配信しました。 はい、いや、すごい。うん、維新にはね、今後もこういう、この誰しも予想できないようなバカなことを続けてほしいよね。<laughs> その前にそろそろなくなっちゃいそうですよ、維新が。いや、本当そうだよね。選挙にも受からない。で、えー、とどんどん抜けている人たちがうん、うん、あのー。 党を辞めるっていうね、うん、だから東京の衆議院の補選の時に出ていた女,女性ももうたは離とこれねまあこの人はあの票がちゃんと取れて頑張ってたんち確かあの朝一生懸命自分で演説も毎日選挙期間以外でもやってる努力家の女性なんですよ。でその人が「あのもう維新は変わっちゃった。 やめるわっていう風にこう言ってだからこの人はどっちかって言うと残ってほしいよっでスパイ活動とかするどうでもいいやつとかこういうのはあのいやもういらねえんだけどっていうやつに関してはクビ <laughs> これであのこれもう維新は会社じゃないけども売り上げが落ちていく時ってだんだん。 あのなんか使えるお金とかも減ってきて空気も悪くなってくるでしょでそういう時に「いや俺ほかでも頑張れるし」っていう人から出て行きあの「いやほか行ったら困るわ」っていう人だけしがみつく <laughs> でそんな中馬場代表は飲み食いしてるからついに身内から「いやお前飲みすぎ」っていうそう本当に銀座でよく飲んでるって話はあちこちで聞くよね <laughs> うん。 うん、いやまあそれよりはもちろん自分の金であるはずがない、うん、党の金とか、うん、いわゆる政策活動費とか、うん、そういうものが全部ガラス張りになって困るのは馬場だからですそうね、うん、だから馬場はえっと領収書も十10年後もうどうせ俺いねえしいねえし飲み食いしてえしそれまで 維新の金で飲みてんだよ改革とか嘘ついて万博でチューチューやってザギで失数だぜ自分の金以外で、うん。領収書公開するわけねえだろうって。<laughs> そり人気落ちる、うん。いやでも早いね。うん、本んに早い。1年前はさほ、うんと。本当 野党党第一党になる<の>ってたよ、うん、立憲と支持率がきっ抗して、うん、野党第一党なると。うん、で、選挙では衆議院の補選とかでは、立憲をぶっ壊すとか言って、うん、いやー、一体何をする共産党には存在価値がないって <laughs> 言いました。で、挙句立てに第二自民党でいい。 俺はザギンで死すでいいとは言ってませんけど馬場さんは。やっぱりさ第二自民党でいいんだっていうのはもうかものすごい失言だよね。うん、あのそんなこと言ったら改革政党はもうやめますって言ってるのと一緒だからですさ。自民党の2軍でいいんだうちは別に。うん、言って逃げたらもう改革とかっていう話じゃないじゃない、うん、だから。 うん、だったら自民党に入ればいいだろうって話でしょ、まあ、あの維と維新って身を切る改革ってよく言うじゃないですかで議員報酬を2割カットしてで党に納付してるんですよで、うん、それを被災地に寄付してると、うん、こう言ってるわけなんですよでも、うん、本当に全額寄付してるかどうかわからないんですよ <laughs> それをお前バ,ババが飲んでんじゃねえのかっていうふうに <laughs>。 っていうか飲んでってね、おそらく。飲んでいや、すごいですね。国会議員のね、議員報酬を2割全員から徴収して、かーって飲んで、わーって楽しい思いして。お金も一応あるもんねで、うん、俺は代表だ文句あんのかって言って、まあでもなんか飲み飲み食いばっかりしてたら嫌だから、おい、のとの審査のところにちょっと寄付しとけみたいな。いや、素晴らしい。 あのー、この崩壊スピードはなかなかのもんだよ。ねうん。他にどんなのが出てくるかなもうスパイが出てきたと。<laughs> まああとはあの梅村みず穂公設秘書第一秘書が殺人未遂で捕まってますからとかもありましたよね。 うんね。あとは中学校一年生に歌舞伎町で声かけて二万円でどうっていうふうに言って新宿のカラオケボックスの中でえイチャイチャしようとした人があの不道義性犯罪でえ逮捕というのもありましたよね。うん、ましたねー。やっぱりね。もう出てくる出てくる。そしてそれを記者会見で、うん。 地味あの維新の不祥事は多いんじゃないんですかと聞かれた藤田幹事長は「毎週あるわけではない」ながい週もあるっていうんですその答えがさ「不祥事がない週もある」ってお前なっていうさあ やっぱりこの幹事長の答え方にもさあやっぱりね愚かさが満載なわけよまあちなみにあのもう忘れてると思いますけど2020年2月13日神戸新聞なんですけど頭皮着服か兵庫維新宝塚市議を除名処分経理担当時期に指摘に芳香剤やシャンプー購入これあの兵庫維新の会のあの宝塚の市議の田中さんという女性がいまして 同、えー、会事務局で経理担当だった時に2019年から、えー、2022年4月頃までに私的に使う目的で文房具や芳香剤電池シャンプーなどを経費で購入。ですごいのが一部はメルカリで転売して儲けてたって <laughs> まあこれ全部馬場さんのせいです。それはトップが <laughs> お前ら2割国会議員は議員報酬よこせよって言って「お前ら酒を売れとかってうふうにやって「お前らちゃんと経理やれよ」とかって無理に決まってるやんそんなあそっかだからこの女性主義は、うん、あれだあのえっと上納した2割分働いてたんだいやあの し国会議員の議員報酬カットじゃなかったかな。あ、そっか。ちょっとどっちか。いや、全員、ね。全員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 二割カットって言ってババガ飲んでんだったらお前らの党の金手つけてメルカリで手売やーって。<laughs> まああの先ほどの女性まだマシな方でして、<ー>えー、他にも日本維新の会というとですね、やはり外せないのがこの元長期がですね。 自治会費七760万円着服しギャンブルに使っていて、えー、業務上横領罪で起訴されたといやーこれもねこれ二2023年10月ね、はい横領したお金は私的目的のために横領しすべて使い果たした日本維新の会でございますそれだってさ自分らの給料2割取ってるトップがね <laughs> もう飲み食いしてたらさそらダメでしょまあすごいよね、うん、もうちょっとさちょっと調べりゃ山のようにこういうものが出てくるっていうさ、うんうん、あ普通の,あの政党じゃもちろんないわけでねちょっとねうん、あのー、いやそれはもちろん自民にもさ立憲だっていろいろあるよ犯罪はね、うん でここまで次から次へっていうのはないからさ凄まじいよねまあちょっと金の問題が続きましたけども、えー、例えば今年岩手県でですね障害容疑で逮捕というこれがあの中村元衆議院議員というのがですねでこれもあの維新の人で、えー、この2月の24日午前9時頃、えー、これ岩手のね盛岡市内の雑居ビルで30代の女性を殴ると。 障害の疑いで逮捕と、うんまあ、処分保留で、えー、釈放という形にはなってはいるんですけど、まあ、普通そもそもねでちなみにこれ殴った女性ってのは面識がないからなんかいきなり切れて殴ってるっていうんですねすごいよねだから地上のもつれとか親戚間とか知り合いで何かあって揉めたんじゃなくて面識ない女性をいきなり殴った疑いでいややばいだからちょっと金の問題が続きましたけどちゃんと暴力もありますよっていうのをこうああそうう 暴力もあるしセッぴーもあるしせぴーもあるもうねもうすごいねはい平星のごとくあって、うん、犯罪のデパートああもう不祥事のデパートでございます不祥事のデパートだねでほかにもですねやっぱりあの男女平等社会ですよね最近はなのでやはり外せないのはですね三崎真紀議員でございます広げようぎらっと愛知 あきあすいませんキラッと愛知でございました三崎、えー、真希さんですけども分身法で人格否定必要な出席土下座教養一年で八人退職というですね鬼の行装のこのハラスメントだったという、えー、現在も議員を続けられております。うん、すごい本当すごいうんであだからある意味人材豊富だよね。な <laughs> <laughs> そうねそうねそれあのこれもやっぱトップがこうだと。 そなるってそりゃいやーもうクズみたいな人材は豊富だよ本当にうんこれはあの認める俺も、うん、あのー、人材豊富っていう日本語が、ま、正しくはないような気がするけどもいや本当にすごいもうだからまああのー、ほら基本的にさパワハラ 容認っぽい体質じゃもうも、ん、う、まあまあ、それは絶対あるしそ、ね、まあ、あとやっぱりハラスメントってモラルが崩壊トップのモラルがやっぱこう崩壊するとやっぱ下に蔓延するじゃないですかあの何て言ったらいいのかなその馬場さんが党のお金で飲み食いしてそれを公開しないって言ってるわけですよねそうするとねやっぱなんか で周りの人はそれ知ってるわけでしょ。でそうすると、お前ちゃんとしろってやっぱならないですよね。ならないな。うん、じゃあ、こうやっていろいろ紛失をしていくんだと思う。これ、あれだよね、猪瀬さんに噛みつかれてるっていうのはさ、うん、結構大変だぜ。やっぱりね、あの、元作家でさ。うん あのー、まあ、なんで維新から出てんだよっていうのをちょっとまあとりあえず置いとくと、うん、まあ、こういう追求権には強い人だからね、猪瀬さんはもともとさ、うん、うん、うんまあその、なんで維新なのとは思うが、うん、まあでもすごいよね、うん、彼が関わってるとなると、ちょっと馬場もなかなか厳しいんじゃないの、うんうん でもう一人がこの浅田仁さんっていう人ですよね。うん、この日本知らないのいや、この人、確かね、えっ、ー、と、この浅田さんって、えー、確か、私、なんとなく、まあ、結構学歴高い人じゃなかったかな。違ったっけまあいいや。あのー、まあ、どっちにしろ、こういう人たちから、お前、うん、まあ、すごいざっくり言うと、飲みすぎやと。 お馬場飲みすぎやと。領収書出せと。お前どんだけ飲んでんねんって。たぶんそこをですね。うん。いいね。いい感じになってきたよ。で、この弱り目に、たたり目。たたり目で、選挙やべえってみんな浮き足立ってるところに、バばくん 一緒にやっていこうじゃないかっていうふうにね、うん、手を差し伸べる人がいるまあそれはまたあの別のネタで撮りましょうもう飲んあ別にするの別でいい別でいいもうだってあと5分しかないんでも尺があそっかうんいやーこれ本当にまああのほんと崩壊しつつあって、うん、ねだってお膝元の大阪でさえこれなんだからさ、うん もうこれ衆議院選挙なんかって関西以外で勝つ見込みなんか全くないじゃない思い出しました本間さん浅田<え>猪瀬さんは有名じゃないですか浅田<え>えと仁、えー、浅田議員ね、えー、<え>この浅田さん維新の浅田維新の浅田これだよミューラル維新幹部の手を置き赤坂密着写真の浅田さんだよああ あそうだ思い出した。はい、うん。あの、三浦瑠麗にうう、うっふんって、うん、うん、っふんって。ちょっとハイヒールで歩けないの、うっふん、ちょっと肩貸しての。で、それで文集報告だったと、思い出しいました。そうだね、あったね。あ,あ,ったあ,ったあったあった。三浦瑠麗、維新から出ればいいじゃないか、選挙。出ないよ、維新から出るわけがない。<laughs> まだ自民党から出た方がましなぐらいや。 あそういえば最近あんまり瑠璃先生のご託せあんまないな。瑠璃先生ちょっと元気ないですか最近。自民党の総裁選でさなんか面白いこと言うかなと思ってたけど、まあんま言わないねまあ,普通にまあ言ってたかもしんないけど。まあね、うん、いいんだけどさ。うんまあ、というわけであの維新敗北続いております。 素晴らしいです。素晴らしい。基本,的基本的に素晴らしい。うん、早く亡くなってほしいです、うん。いや、次の選挙ではかなり負けるんちゃうかな。負ける。<ー>国会、あの衆議院選挙はね。うん、うん、間違いないよね。うん、まあ、ただ、それで、関西圏の、もう今はさ、うん、関西圏なんて、自民も立憲も衆議院なんてほとんどいないわけだね。うん それの復活を許すかどうかだよね、やっぱね。そうね。まあ、立憲はもともともう誰もいないのか、今。一人か一人か二人いたかいないかぐらいしかなってね,ね,えねえ、何、どこ大阪あ,あ、大阪で。大阪いないよ、一人もいないよ。いないよ、ね。まず国会議員、衆議院はあの公明党と維新しかいないもん。ねえね。で、大阪府議会とかいい大阪市議会、立憲ゼロじゃなかったっけな。うん。うん、それぐらいひどい状況だから。うん いきなりじゃあ、ここでじゃあのた全部立て直しますっていうふうにはもちろんならないだうけ、うん、まあ、全国、とにかく関西圏以外ではもう維新全落ちの危険性もあるもんね、ざまあみろって感じですさ。大阪府議会、最近2人増えたのかな、民主ネットっていうのが。 あのー、立憲民主党系なんでちょこっとだけ言います、ね、ただ大阪維新の会は79議席中51議席ですからもう圧倒的1位ですよね、うん、まあ本当そういうところに権力を与えた結果カジノ、うん、万博もやることになっちゃってその後カジノもやることになっちゃってっていうさそういうふうになっちゃってるからね。うん まあそれがどううっていうか万博はもうとにかく現状火の車になってるわけで、ね、いくらさ万博にアドが出るとか大相撲をやるとかあ今度昨日発表になったのサウナサウナ作ります万博でえ何北欧のどっかがサウナの国だったよね確かノルウェーかなんかがサウナにう違う違う違う,違う ノルウェーとかなんとかがやるんじゃなくて、はあ、日本が日本ノルウェーとかさフィンランドとかフィンランド間の中にサウナ作りますって言うのならまだわかるじゃん日本でもサウナは根付いたって言ってなんかしんないけどバッパパ協会がサウナ作るあそうなんいや意味わからへんねんけど 大阪でサウナといえばニュージャパンっていうイメージなんですけど言ってもわかんないと思いますけど、うん、まあもう今改装されたと思いますけどもうザ・昭和って感じなんですねもうあのサウナ施設があったんですよ梅田の近くに何か違うみたい何、うん、かねサウナ作るんだってへえはあって感じですけどお一人様90分間だってうん90分間のうちに整って出ていけっていう話らしいんだ、うん そんなんなやんの万博サウナサウナなんかそもそもサウナ万博っていうのが開催されているみたいですね。この万博っていう公式のイベントじゃなくってなんかサウナ万博っていうのが大分でそもそも開催されてるらしいです。今検索ししたそれしか出てきません <laughs> えっとあこれか はい,はいはい、出てきました、出てきました。読売テレビ。はい、万博で整う、史上初サウナ施設設置、ロウリュウやアウフーズグースはある、万博協会発表と。っていうか、<laughs> えっと、海外パビリオンじゃなくって、万博協会が設置あ、あそうそう、北欧、フィンランド発祥です、サウナ。うん、もともと。<う>うん、でも違うんだよ、これは。 フィンランラド発祥って言われて毎回私ちょっと違和感感じるんですけど昔日本も虫風呂が中心だったけどなって考えたらまあでもフィンランドがまあ中心なんですねえな、ー、んだって、えー、万博で地球規模で共感の感覚が得られるサウナは万博の来場者にとって分かりやすいもの <laughs> ちょっとすいません謎なこと言ってません地球規模で共有の感覚が得られるサウナ うん、地球らしいぞ地球規模でいやバンバク協会が言ってるんですけど地球規模で共有の感覚が得られるサウナ多分ちょっと役やってると思いますよそれ。<laughs> <laughs> <laughs> いやサウナ好きいっぱいいますけど整ったなとリラックスできたなとかあるけど。 いや、サウナ行くと地球規模で共有の感覚が得られるんだよとかって言ったのを一人も聞いたことない。<laughs> ちょっとあの、行かれてる。うん。誰だろうね。地球いや、万博協会が言ってます。万博協会のどなたがそれを叫んでるんですかね。<笑><笑>ね地球規模で。えー、ちょっとサウナ好きの皆さん、<laughs> サウナ好きなのはいいと思いますよ。私も知り合いいっぱい好きですけど、サウナに行くと地球規模で。 感覚が共有できるんですかニュータイプうんおなんかちょっとよくわからないですね別の世界線に切られている方々があのちょっとやっぱり万博協会は異次元の発想が多いなと私思ったところでございます <laughs> まあそんな維新負けが続いておりますが、えー、ちょっとですね立憲民主党の野田代表とですね万博えー、万博じゃなかったあのババ代表がですね固く握手と いやー、これについてはちょっと明日あたり撮ろうかなっていうところで、今日も読書というところで、チャンネル登録、いいねよろしく。じゃあね。はい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様のンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も。 クレジットカードもどっちも対応します。よろしく今日もドクションそれでは